東京グール RE コールトゥーイグジスト。グール捜査官です。丸腰だな人間、食わせろ。ウリエ君、シラズさんとお前の攻撃が当たったんだけど、邪魔なのが来た。なんだこいつは。いい、死ぬか。ヤッフィー、お前らグール、俺たちクインクスはお前らの能力を使う。俺の手柄だな。ふざけるな、こいつは俺が炙り出したグールだ。油断しない。佐々木一刀。彼らはクインクスと呼ばれているグール捜査官。クインクスはいわば実験体で、グールの力を組み込まれた人間たち。そんな彼らのメンターは僕、佐々木ハイセなんだけど、善と多難だな。早速今日の会議のおさらいをしようか。今回のターゲットはナッツクラッカーと呼ばれる強い変色性を持つグールです。ナッツは捕食を行わないケースもあり、その場合は人材の斡旋を行っていると推測されています。人材の斡旋？人身売買だ。オークションで人を売り買いしているとのことだ。バカが。ということで、ナッツクラッカー討伐が僕らの任務。そしてこれからナッツクラッカーに近づく重要な作戦を開始する。僕らは女になる。なあ、俺たち、いや俺だけ違和感ねえか。しょうがないでしょ、ナッツクラッカーの食材リストに載っていたのは若い女性なんだから。これはおとり捜査なのよ。ナッツクラッカーって誰だっけ。サイコちゃん、人身売買をしてる女のグールって会議で言ってたでしょ。僕たちの誰かがナッツの食材に選ばれることができれば、人身売買をしている場所、つまりオークション会場の場所が分かるってことだね。なるほど、了解したであります。でもナッツの目に留まるようにってどうすれば。なかなか声かけられないね。俺絶対浮いてるからな。なあサッさん、記憶失ってる感覚ってどんな感じだ。ん？どうして。別に大したことじゃねえんだけど、もし記憶が戻ったら捜査官辞めちまうの。何？寂しいの？辞めないよ、僕は。先生、今彼女にバイトに誘われまして、連絡先もバッチリ聞き出しましたです。でかしたトール。ひとまず作戦は成功だね。
おとり捜査が功を奏し、ナッツに誘われた睦月君と鈴谷純特等がオークション会場に潜入することになった。睦月君、重蔵君、無事でいてくれ。オークション掃討作戦が始まる。勝てないと判断したら迷わず逃げる。いいね。よし、今すぐにも。またお得意の安全講習か。承知しました。トールのやつ、今頃ビビって漏らしてんじゃねえか。睦月君が漏らさないように早く合流しないとね。急ぎましょう。ご無事でな、むっちゃんこ。CCG の力を見せるんだ。オークションを邪魔したわね。
いますこっち狙います。太鼓に任せなさい。やっ、なんとかするよ。うわっ、
狙います。そこ狙います。
ごめん。先生、クインクさんはナッツクラッカーの駆逐に向かう。了解しました。ムツキさんとは負傷と疲弊もあり、これ以上の作戦続行は厳しいと思われます。彼の退却の許可を。わかった。安全のために同行者をつけろ。ウリエ二島が適当だろう。了解しました。ウリエ二島をムツキさんとの護衛につけます。紛れにしてやる。油断しない。何とかするよ。
勇気を。やるよ。やっ、終わりだ。そうか、おめえがエトのやつにくい演出してくれるね。こいつは一体お肉の味はどうかな。こんぐらいじゃ響かないぜ。赤眼のクール、こいつはヤバすぎる。シラツ君、林村一党と一緒に走れ。でも行け到着エンド出格だ。さんとおしゃべりするにはまず終わらせないとな。やっ、やりよう。それ、やりよう。そこ、狙いの、狙いの。僕は今日死ぬかもしれない。いや、正確には死ぬか消えるかな。抗議はちゃんと聞けよ。所詮こんなもんだよ、お前のいる場所なんて。いいように使われてゴミみたいに捨てられる。せめて俺に意味をくれ。消えたくない。ここまでだな、デザートにしてやる。なんで邪魔するのかな。じゃん、この人にはまだ利用価値があるはず。それはお兄さんが決めます。これがオールの力。兄ちゃん、私が守るから。守る力をください、金木君。ハイセイ、僕が怖い？
なんで？だって君は強いから。それに穴がぽっかり開いてる。僕はそのウロに飲み込まれそうなんだ。巨大な空洞に。ハイセイ、聞いて。僕は強くなんかない。僕を見て、思い出して。僕は金木剣。僕を消さないで。わかった。怖かったのは君もなんだ。ください。その子の所有権は僕がいただいてよろしいですか？